羽村雄貴さん。1883年から続く窯元の家に生まれた若き七宝職人です。七宝焼きは7つの宝物を散りばめたように美しいことから七宝と名付けられたと言われています。親から子へ、七宝焼きという伝統工芸を継ぐことを決めました。そんな田村さんにこの夏あるオファーが舞い込みました。よろしくお願いします。田村雄貴です。ディズニー・ピクサーの劇場最新作マイ・エレメント。で、火の神様に我々もお祈りをしたりするんですよ。幸せを感じましたし、あと何よりそのエンバーちゃんがこの映画の中ですごく葛藤している姿が、そこがもうすごくわかるっていう